やってまいりました。さあ、てっちゃんねる運んできております。いやー、これでもうコントレ完璧でしょ。はい、何これ我らのテント、我らのテントよ。テント、あの上から見えたんだ。あ、見えた。テントどれかなと、はい、大輔とさ、はい、で多分サーカスみたいな確かに上とんがってるな。サーカスみたいなテントはあれだべやないや立派だわ。してこれこれこれ、ここで、まあ、集合写真撮ったり、いろいろお客さんとちょっと写真撮ったりさするような場所に使おうかなと。頑張れよ。おいおいおい。はい、先輩。おい、どうですか、仕上がってますか。もう当日ですけど。当たり前じゃないですか。え、もう仕上がって仕上がって3日前から仕上がってますよ。本当、はい、公開練習見たけど、はい、うん、整ってたわ。整ってた、はい、いや、力も整ってた、整ってた、もう一切の乱れなし。コブ見たらもう足密着たまにひねりひねり出すとみんな喜ぶんだわ。出てたもん。チャンネルの腕の構え、チャンネルで見たよあれ。殿下のコートひねり、まだ出たねえな。何体操なんかすんのかい。あ、まあ、あんまりね見せないけどね。今日特別見しちゃうから。まあこれザソンズチャンネルだけどさ、うん、俺とリュウビーブ近いからさ、うん、まあ、ディフェンディングチャンピオンの、うん、あの密着もしながら、あ、そうだね、うん、やるわ。そうだ、兄弟ビブ近いんだ。近いよ、すぐ前にいるから。龍が37で、うん、俺44だから。ああ、うん、あ、めっちゃ近いもん。申し訳ないけどちょっと踏み台にさせてもらおうかな。片足届けばいいぐらい。頑張ってくぜ。はいよ、はい。カーテンオープンなんつって。でーす。はい、来ました。はい。桃瀬先生。おはようございます。ちょっと後ろの方見て。
うちの金閣寺キャップ。キャップいた。キャップいた。昨日だいぶ落ち込んでた。今日最終日。とりあえず、まあスーパーファイナル近くにはいる。百瀬純平。そうだな。うん、いや、力も近くにいるぞ。うん、まだ諦めないよ。まだまだまだ、うん、ザストとして、そう、一人でもスーパーファイナルに出れるように。そうだ、うん、今日で、うん、武田力が突っ込んでやった方がいいって何やってんのよ何やってんのこれ一人待ってんだからカメラ見せられんの今日泣いてもらっても、うん、武田力ラスト。そう、うん、今日2種目で終わるか3種目になるか、うんうん、まあこれはね、うん、とにかく残る残らないじゃなくてやっぱり記憶に残る滑り、うんうん、記憶に残るパフォーマンス、うん、パフォーマンスの方が出てくるかな。今日から本番だから、うん、マジ初日全開でいくわ。そうだな、うん、まず頑張るべ、うん、頑張ろう。はいはい、ナイス。いいね。そのぐらい楽しんでった方がいいよ。立ちからリズム変化、ラストリズム変化、長年の思いを今の得点89.0。お疲れ。ありがとうございました。いや最後だけね、あの龍の滑りで寄せてきた。いやそれナイスランだったよ。ナイスラン、ナイスラン。やったことないけど寄せました。ありがとうございました、はい、皆さん。新潟県武田力選手。